こんにちは、ということでね、マネモチャンネルです。ということでね、本日もね、かくれんぼオンライン実況をやっていきたいと思います。ということでね、一発目はフリップで、まあ、無理なんで、はしごに、ね、なりましたね。はい、はしごもね、なんか嫌な感じがしないんだけど、どこに行くか。いやね、隠れるとこないね、マジで。定位置埋まってるところが多いね。まあ、しゃあないからここ行くか。絶対これ怪しまれるよね。はい、ということでね、かくれんぼをスタートです。はい、瞬殺ですでね、まあ、復活できたんですけど、なんとね、ちょっとはしごですね。ちょっとね、やばいっす。普通にやばいっす。もう収録ね、早々からなんかやばいよね。物も悪すぎだろってよく言われるんですけど、マジで悪いです。まあ、しょうがないんでね、このはしごのね、とこの上に乗っかりたいと思います。うわ、でもね、意外とここいいような気もしますけどね。え、ちょっと待って。え、見た感じ全然わからない。けど横から見たら結構やばい。絶対バレバレだよ。ということでね、チャットしてる途中にね、やられました。はい、ということで続いてね、ビーチですね。はい。赤いベッドですね。ちょっとね、これわかんないっすね。やばいね。やばいっちゃやばいけど、うん、まあね、とりあえず買いました。浮き袋1ですね。え、ちょっと待って、これどこに行けばいいのかな。定位置埋まってんすよ、これ。しょうがないからさ、ここにしよう。いや、さら地の中に立ってるってのはちょっと頭おかしいよね。ごめんなさい。でもね、ちょっとここにしてみます。多分無理だと思うけどね。というわけでですね、まあ見事やられたわけですけど、まあ復活があります。うん、飲料か。ちょっとね、これね、本当はね、向こう側の方に行きたいんですけど、そんなに時間がないので、ちょっとしょうがないんで、こっち側のね、建物なんか、例えば浮き袋のね、ちょっと裏に隠れたいと思うんですけど、まあ、大丈夫でしょう。というわけでですね、ちょっとさっきからなんかずっと鬼から見られてて、ちょっとやばいです。え、ちょっと待って。え、抜けない。あー、うん、セナルアックスくん、ちょっと、ボコボコにして。はい、というわけで、続いてね、下水道ですね。はい。まあ、下水道はね、まあ、いけるっちゃいけるんじゃないでしょうか。ということでね、半導体2ですね。これね、正直ね、なんかね、他の YouTuber さんたちとかもよくやってたみたいなんですけど、そこのね、足場のところの下に入るってことがね、するといいらしいですよ。でね、まあ、半導体なんで、こっち向きにね、やりたいと思いますね。はい。でね、まあ、やられたわけなんですけども、まあね、復活があります。というわけでね、下水道はですね、これね、ちょっと初めてです、私出たの。ちょっとどこにかけてるかわかんないですね。どこに行けばいいんだろうな。ちょっと待って、おい。おい。せっかく復活したのに。てか、あいつうまいよね。当てるのうまかったね、人。はい、というわけでですね、続いてまだやっていくんですけど、はい、続いて農場ですね。はい。はい。はい。樽、あ、OK か。パッと見樽ですね。ちょっとわかんなかったんで変更しました。ね、もっとやばいやつ出ました。これね、同化しようにもなんかね、ダメですね。この中に入ってみようか。あ、ダメか。入れないか。邪魔しゃあないんで、定位置行きましょうか。まあね、今回復活に、ね、委ねるんで、ちょっと動いてみたいと思います。全然来ないんで、ちょっと動いてみますね。はい、やられました。はぁ？いや、復活ないのかい。はい、ということでですね、ちょっと今度はね、時間の関係で、ちょっと、これで最後にさせていただきます。ということでね、最後はですね、はい、新ステージ出ました、家さんですね。はい、ということでね、今、変更した青い方になったんですけど、これね、あるバグが使いまして、なんとですね、ここにタックルするだけで、外に出れるというものですね。なんかね、でもね、いつもはスムーズにいけるんですけど、今回このね、カーテンが邪魔でいけませんね。あと人がね、結構群がってるね、ここ。群がりすぎだろって話なんですけど。え、ちょっと待って、もうすぐ始まるけど、俺まだ行けてないんだけど、ちょっと待って、始まらないで、待って、本当にどうすんの？え、ちょっと待って、鬼来たんだけど、うわうわうわ、ちょっと逃げない、うわ、難しい、うわ、ちょっと待って、マジでやばい、鬼どうすんの？え、ちょっと待って、本当にやばい。あさってはくれたもののね、ちょっと、マジでやばいっす、絶対これ、ボム持ってくるパターン。てか、ここ行けないの、マジで、なんで。え、本当に怖いわ、いつ来てもおかしくないもんね。まあ、とりあえずここにね、ちょっと隠れてみよう。来たけど大丈夫でした。よし、今のうちに、もう一回やってみよう、トライだ。よし、いけ、ちょっとどんどんタックルしていこうね。はい。あ、やばい、来た。ちょっとこれね、青い長いひとまず、やばい、マジでやばい。ちょっと、本当にやばいって、バレちゃった。ちょっとね、ひとまずね、テレビの中に隠れたいと思いますね、テレビの裏ですね。まあ、もういいでしょう、鬼はいないんで、ちょっともう一回トライしてみましょう。マジでカーテン邪魔なんだよな。どうしてもガラスにぶち当たっちゃうんだよね。で、この人マジでまた来たんだけど、ちょっと待って。今度はさっきのヤバい人。ということでまたね、テレビの裏に隠れていく。もう本当にさ、
テレビの裏もね、絶対ね、絶対バレるんですよ。なので、まあね、早くね、移動したいもんですね。で、本当にね、出た途端に来るから、本当に、どうするって、どうしようかね。ということでね、もう残り20秒弱なので、ちょっとね、もう最後のね、あたりはもうちょっと、めっちゃ煽っていきたいと思いますね。もうね、うわ、やばい、見られた。よし、ちょっとね、見れます。もう、あといけるだろう。あと5、4、3、2、1、はい、オッケー。あー、勝てた、よかった。もう、勝てると思ってなかったもん。よかったー。っていうかさ、みんな気づいた？さっきよりさ、違うところにもう投げてたよね。